それでは両司とも読みます。まず人偏を立ち木に上がってきますね。この線の半分より下から縦を持ってきます。少し下から右上がる位置、中心からまず台を書いちゃいますね。45度で、それから点を書きます。まあこれは半分ぐらいかな。まあ、この線の位置に合わせて持ってきますね。そしたらちょうどその点を書いたあたりからこの比を書き出しますね。間隔角度を揃えて、これ中心を守って縦は辺よりも多少長くても大丈夫です。上の方から、間隔を揃えて長さも揃えて止めます。